ドラマ、昨日何食べた？シーズン2、レビュー！イエーイ！やったー！嬉しい！はい、もう皆さんはじめまして、私ですね、新宿は2丁目でパニックハウスというゲーバーをやっておりますゆうまと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、私はですね、まあゲイで同性愛者なんですけれども、この昨日何食べたかも大好きでございまして、もう待ちに待ってましたこのシーズン2。もう早速もう録画してたものなんですけども、ちょっとお店の時間帯なんでね。そうなんです、私金曜日の深夜はお店がうわーっと2丁目もすごい人になるんですよ。その中もう家帰ってみたいなと思いながらいっぱい焼酎飲んでました。ほんで家帰ってきても早速ですよ、録画したものを見まして、もうこれはちょっともう誰かと共有したいな、共感したいなと思って今回のレビューを撮らせていただきたいなと思っております。私はですね、まあ、過去にこの昨日何食べたと言いますと、まあ、漫画がね、長く連載はされてますけども、ドラマ化されたのが2019年の4月から6月だったんですね。もうその時ももうドハマりしまして、その当時のドラマ毎回レビューをさせていただいておりますので、もしよかったら何食べファンの方々、過去に振り返って見ていただけたらなと思います。こちらです。じゃじゃん。ここら辺に貼ってくれてるかな。はい、これ過去動画の方も、お楽しみいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、そしてですね、2020年、もう2019年のこう4月が終わって寂しいなと思ってたら、2020年、なんともう本当に人気だったんでしょうね、正月スペシャルとして、テレビ東京さん、オンエアが、決まりまして、これも良かったなー。やっぱりこう日本の正月お家で過ごす、まあお家が大好きなね、シロさんと、そんで手料理が好きなケンジさんですから、もう本当日本人ならではのお正月を描いた、まあいろいろね、ご家族の問題とかね、うちら同性愛の家族関係のものなんかも描写されてた、とてもいい、正月スペシャルでございました。そしてですね、もうその翌年2021年には映画化されまして、昨日何食べた、もう皆さん見に行かれましたよね。私これね、3回見に行きました。これでも少ない方だと思うんですけども、もう本当に、まずは一人で見に行って、友達とも見に行って、仲のいいね、何食べが好きなで、ちょっとこの人気になるかもみたいな人と見に行った覚えがあります。まあうまいこと行きませんでしたけども、なんかさ、それぐらいのパワーあるじゃん。ほんと同性愛のね、うちらのカップルが一つ屋根の下で生活するって、こういうの自分ではやりたいねっていうことを言うのを恥ずかしくても、ドラマ映画を通して何食べよう一緒に見てたら、あ、この人なんか僕になびくんちゃうみたいな思ったんですけど、もう全然でしたね。ダメでした。はい、そしてもうまたドラマ化してほしいなと思って待ちに待ってました、2023年今月10月からシーズン2がスタートしました。まあ、半年ぐらい前とかに発表あったんだったっけ、もうちょっと前かな。もうこれニュースネットで見た時に、よっしゃーって、来たーって、もう2023年年末に楽しみできたーって思いまして、もうワクワクドキドキ。まあそんなですね、レビューを、これからしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは早速参りましょう。第1話レビューです。何食べ、もう何食べと言いますと、シローさんのね、節約ぶりと手料理とね、ケンジさんのもうシローさんっていう、もう本当にもう対照的なね、性格のお二人が、いろいろと一つ屋根の下で暮らすといった物語なんですけども、それにいろいろとまあ、同性愛ならではの事情がね、人間関係とかが描写されているわけなんですけども、第1話シロンさんの節約のシーンから、もうパソコン叩いてます、いつもので、もうこれずっとですけども、もう2万5000円で1ヶ月やりくりするといった、いや、なかなかですよね。私はもう無理ですね。そんな膨大に使ってるわけじゃないですけど、2万5千円でって、本当に自炊しないとダメだし、うちのおかんにこの前、次何ぼ痩せたとしてんのって一人なんですけど、聞いたら3万円って言ってました。
うわー、それよりもストイックに5000円と思ってたんですけれども、もう1日1000円切るわけですからね。まあ昼はどっか食べたとしても1食、まあ弁当も持って行ってるか、四郎さん。300円切るんです。すごいですよね。まあそんなですね、節約のシーンから始まりまして。で、ケンジが、帰ってきて、もう人生最高体重なの、みたいなことをね、四郎さんに甘えるわけですよ。で、もう一緒にご飯食べながら、もう何これ、私ってさ、お風呂の水吸収する体になったのかしら、とか、また面白いジョーク、これ足立直子さんの脚本なのかな、それともアドリブなのかな、とか、いろんなこと考えました。で、まあ吉永文さんのこの連載ももう素晴らしいですし、で、まあ体のこともね、気遣って、やっぱりまあ代謝が落ちてきて、年齢を重ねるとまあ肉もついてきます、体は大丈夫なのかと、ね、シロさんが。で、健康診断結果見せろよって、ケンジが、いやいやって言って、扉を閉めてね、どうかな、いやだもう絶対にとか言って、体型を気にするケンジさんに、もう何を今更気にすんだよってか、笑いながら、こう、口にするところなんかも、やっぱ愛を二人のね、感じましてですね。もうこの後よ、オープニングの、もうドラマで本当良かったんですけども、映画なんかもいつも出てきますけども、携帯でね、撮り合うシーン、ムービーを、今回もたまらんかった。なんか、サンドイッチみたいなから始まってね。ね、お手製でしょ、四郎さんの。そっからいろいろと公園でこう食べたりとか、で、山本浩二さんとかのカップルとかもね、出てきたりとかして、すっごくよかった。な、やりたいな、一緒にちょっと誰か撮ってくれへん？盗撮わかんねいや、ああいうなんかラブラブな二人を見て、ああ、また帰ってきたら何食べと思いました。はい。で、オープニングの曲もすっごくいいですしね。なんかのんびり、また変わりましたけど、のんびりするなと思いまして。で、ムービーで撮ってるシーンなんか、家で餃子パーティーをしている。私、一回も餃子パーティーって生まれてきてしたことないわ。絶対に作るって一人じゃ、結構根気いるから、誰かとこうやってやるもんね。餃子パーティーに誘おうかな。いや、急に怖いよね。家に来て餃子パーティーしないって誘って2人でやり始めたら、うん、ある程度の中にでしか無理よね、餃子パーティー。もうこんなこといろいろ考えさせられるんですよ。ドラマを見ながら進みましょう。はい。それ四郎さんがお勤めの弁護士事務所で、なんか家計先生はキャバクラ行かないですよねみたいな、なんかこう、キャバクラ変わって接待疑惑みたいなのが浮上してって、で、まあ定時で帰りますもんね、四郎さんは。そんな行きませんよね。まあ僕はキャバクラより、スーパーの方が、流牛場なんだよ、みたいなことを、心の声で言うじゃないですか。やっぱこれね、何食べってね、四郎さんのあのクールな表情と、心の声とのギャップあるじゃん。あれが本当に好きで、私。なんか、この事務所のシーンでもそうだし、そのスーパーの方がいいよみたいなとかそうだし、あとニュータカラヤっていうスーパーね、シロさんが好きな、そこでのこの値引きのシーンとかあったじゃん。カレーを買おうかなとかで、こう陰で見ててシール貼るかなみたいなところで、ね、その心の声、ずっと真顔なんだけど、俺はそんな値引き待ってませんよ言うのに、行け行け行け、なんで行かないんだ、なんでみたいなあっこもすごくチャーミングだし、ね、可愛いなっていつも思うんですよね。それでですね、そんな言ってた、スーパーニュータカラヤが閉店するということを知らせられまして、ケンジからね。で、うわぁ、嘘、どうしようこれから、みたいな、シロさんを考えるわけです。すごくお気に入りのスーパーでね、安くて。そうなんです。そして、次の日、ケンジさんの美容室のシーンなんですけど、お客様の女性が、夫の不倫がね、発覚して、けど夫はもう謝罪してきたと、こんなメールをよこすんだと、もう謝ってきて、っていうのをケンジさん見せられて、で、いろいろこう考え深い、ね。女性もすごいなと、強いなっていうものも考えてて、僕たちの関係ってどうなんかなみたいなこともまあケンジさんはいろいろ考えるわけなんです。そしてスーパー秋吉閉店しまして、四郎さんが前のスーパーの方が安いけれども、まあケンジさんの体ね、健康診断も言ってましたし、体を気遣って少しいい魚をね、やっぱお肉より魚の方がコレステロールも抑えられるということで手に取るんですよ、魚を。で、レジに行くと、ニュータカラヤで働いてたそのパートの女性がまたレジにいるわけなんですよね、そこに。ほんで、家に帰ってきて、ほんでホッとするんですよ、働いててよかったって言って、首切られたのにっていうので。で、家に帰ってきて、こっからですよ、皆さん。四郎さんの手料理シーン。もうね、
あえてお腹ペコペコの時に見るようにしてるね、僕は。なんだろう。そんで、すぐに見終わってスーパー行くの。今回やったポテトサラダ、ね、食べました。食べたくなって。煮付けはもうさすがに作られんかったけれども、今回のメニュー、ポテトサラダ、めちゃくちゃ美味しかった、美味しそうでしたね。もう、あれ、手料理の食べたいな、シローさんの。そして、ケンさんのためにと買ってきたカレーの煮付け。これも良かったね。あんな簡単にできるんだね。簡単って言ったら失礼ですけど、本当にやっぱり手の込んだってイメージあるけれども、シローさんのやっぱ手際の良さであったりとか、効率の良さを見てると、あ、なんかちょっとやってみようかなって、煮付けなんかほとんどしないんですけど、思っちゃいますよね。ね、オクラの油炒め美味しそうやったー。あれも簡単やん。さあとね、油ひいてさ、お醤油と、おかかね、まぶして。そして、またこれ、二人のご飯を食べるシーン、もう大好き。もうこれ見てるだけで、ほんと幸せ、ほっこりな気分に、なりまして。で、オクラのネバネバは、コレステロールを下げるんだよ、とか言ったら、ほんで、もうケンジさんがまたね、ちゃめっ気で、じゃあ、いっぱい食べちゃおうかな、って言って、そんないっぱい食べてもすぐに下がらないからね、みたいな、このやりとりなんかも、うわ、帰ってきたなーって思いました。そしてですね、シローさんが急に、もうまた、話があるんだって。もうこれね、見てる私たちもドキッとするっていうか、でもまたいい演技するんですよね、シローさんもそうです、ケンジさんもなんか、もう話す前から涙目。ね？でもどうしたの？みたいな小声になって、元気なケンジさんが。そしてシローさんが、いきなりすまんって謝るんですよ。今月から食品を3万に上げたい。物価が上がって大変なんだ。でも何そういうことなの、じゃああげたらいいじゃんみたいな源氏さんも言うんです。で、肉を豚や鶏オンリーにするのも、まあ、方法もあるんだけど、牛は高いからね。けどもやっぱりそこでまた謝る。ごめん、何、源氏のコレステロールあげたの俺かもしれない。もうなんかちょっとね、天然じゃないけど、この自分の思想考えがあるその四郎さん、まあ、もう本当にシロさんにとってはめちゃくちゃケンジさんのことを思ってやってることなんだけど、そんなに思わなくてよくないみたいなことを出すところがもう本当可愛いのよ。母性本能くすぐられる。まあ母性ないですけども、本当にいいなって思うんです。で、いろいろと魚より肉を選んできたからお前のコレステロールを上げたかもしれないと。ね。で、これからは食費も上げて、魚を買うから許してくれみたいな。あのシーンもめっちゃ可愛いなと思いました。ねえ、けどここでもね、また本当にこう第一話の名言じゃないかなと思うのが、ケンジさん、そんなシローさんのね、言動を受けて、いや、いろいろ、まあ、物価の変動とかもそうでしょう。二人も、の状況もそうでしょう。いろいろと変わっていくけれども、悪いことばかりじゃないよって言うんですよ。またその後に、一言さらっとシローさんが、魚うまかったもんな。もう、こんなカップルになりたい。もう、本当に。そして、シローさんが、まあ、キャバクラ行ってたんじゃないのみたいな、もうエンディングなんですけど、第1話の、ケンジさんが言うんですね。で、もう、その当時とかもう、若い時めっちゃモテたんでしょみたいな、朝からもう、イチャイチャするわけですよ。で、キャバクラなんか行かないよ。そんなところ行ってたら、晩飯作れないじゃないかみたいな、ボソッと言うんですよ。まあ、ケンジさんが、そんなにご飯作るの楽しみね、しててんだみたいな、イチャイチャ。僕に作ってくれるのが嬉しいんだみたいなネクタイのこうね、おネクタイをひゅーって締めに行ったりするわけなんですけど、ほんとそのシーンなんかもう可愛くて、でもやめろよって言ったケンジさんが、ソファにゴラーンドテーってなったりとかして、で、行ってきますみたいな感じで終わっていく第1話なんですが、もうほんとね、もう戻ってきてくれてよかった。嬉しい。ほんと、なんか、日常当たり前のことが、やっぱ気づかんことってあるじゃないですか、大切なことって。何か、やっぱ生きてたら、新しいことを、刺激を求めたりとか、ついつい僕もやってしまいがちなんですけども、本当にこのドラマを見て、なんか、ゲイの、まあ僕たちの日常、僕は、まあ情けないことにっていうか、まだ、ね、恋人とっていうか、今まで振り返っても一緒に同棲とかしたことないんですけど、やっぱりこういうのいいなっていう憧れもあるし、いろんなね、まだまだ日本でこの同性愛の事情もありますけれども、そんな中で自分たちの幸せの形を掴んでいるお二人を、こう画面で見るとすごく幸せな気持ちになるし、日常の大切さが本当に身に染みてきて、もう感謝の気持ちになるドラマだなと思って、今回もハートフルな気持ちにさせていただきました。
まあ、これ動画見ていただいてる方、私と同じゲイの方も多いでしょうし、あと、まあね、のんけさん男女の人たちも多いと思いますけれども、まあ、どんな性別であれ、自分が大事にしたいなって思う人と、一緒にご飯をする、ね、食卓を囲むという大切さ、そんな日常をやっぱり大切にしたいなっていう、このドラマ、なんか毎日毎日を丁寧に生きようかなと思わせてくれる第1話でございました。第2話も本当に楽しみにしております。またレビューをさせていただきたいなと思いますので、この機会によかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。そして皆さんからのコメント、僕はこんなシーン良かったよっていうところ、だんだんとじゃじゃじゃーっと書き込んでいただけたらなと思います。はい、ということでございまして、もう本当嬉しい、昨日何食べたシーズン2第1話のレビュー行わせていただきました。最後までお付き合いありがとうございました。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。お相手は私ゆうまでした。またね、バイバイ。